腕が鳴るぜ。鬼の秘宝？待っててください、あかねさん。この俺が必ずや手に入れて、あなたと。え？りょうがくん、なんか言った？いえ、いや、鬼の秘宝って一体何なのかなって。それはあなたがお知りになる必要のないものですわ。だから、次から次へと、なんで鬼の秘宝を。おい、あかねさんをどこに連れて行くんだ。ちょっと、話しなさいよ。あかねさん！どうやらおっさんは宝狙いのようだな。ここの秘宝は武闘家にとってはよだれものだからの。獅子砲砲弾俺に勝とうなんて肩払いたいぜ。どこからでもかかってこい。どこからでもかかってこい。俺は宝より、あかねさんが大事なんだ。りょうが、あかねを助けに行くんじゃなかったのか？ああ、行くともさ、邪魔なお前を倒してからな。おめえ、道に迷ったんだろう。相変わらず嫌なやつだな、ランマ。方向弾てれー、こっちだ。
かどうなんて風払いだいて。ランマ、アカネさんは俺に任せておきな。リョガ、ランマ、うちなら後でゆっくり聞いてやるぜ。ごめん、そっち行ったら後戻りになるぜ。俺は俺を信じる。邪魔くせえ奴だぜ。邪魔だ。さては貴様、この僕に嫉妬を感じているな。この苦悩たくらみに恐れをなした。俺に勝とうなんて肩払いだいぜ。この苦悩たくらみに恐れをなした。俺に勝とうなんて肩払いたいぜ。口ほどにもなかったな。この苦悩立て脇が遅れを取ると、これは夢だな。リョーガ、アカネなんてほっとくあれね。お前にとっちゃ都合いいかもしれんがな、そうはいかねえぜ。肩払いたいぜ。俺に勝とうなんて肩払いたいぜ。俺は茜さんを助け出す。必ずな。